どうしても伝えたいことがあります。日米を騒がせている水原一平氏による法賭博問題。未だ公の場に姿を現していない水原氏は多くの批判にさらされる事態となっています。そんな中、米メディアが水原氏の妻の最新コメントを報道。何よりも大谷さんに伝えたいことがあってと語ったその内容とは一体何なのでしょうか。夫が行方不明の中で日米の野球ファンが沸いたドジャースの開幕戦、パドレス相手に快勝したということもあって、試合後のクラブハウスでは誰もが健闘をたたえ合っていましたが、そんな喜びもつかの間、水原氏による違法賭博問題が発覚したことでチーム全体が対応を迫られることに。水原氏による証言が2点3点したりと要領を得ない中、大谷選手は日本時間の3月26日に独自会見を実施。この記者会見で大谷選手は何度も嘘という表現を用いて説明しました。水原氏による違法賭博には一切関与していないこと、それが行われていたことすら知らなかったと明確に距離を置いています。全ての真相は水原氏による続報がない限り明らかにはなりませんが、当の本人は未だに行方不明の状態。日米の SNS では居場所を特定すべく様々な憶測がささやかれる事態に発展しています。そんな中、水原氏が違法賭博への関与を激白した日、球団職員の一人に漏らした水原夫人の言葉があまりにも切なすぎると話題になっているようです。水原夫人が大谷選手に語った本音。3月20日の MLB 開幕戦後、ドジャースのクラブハウスで自身の違法賭博を白状した水原氏。それ以降行方がつかめず所在不明の状態が続いていますが、ある大手米紙のジャーナリストは水原夫妻がチームを去る直前、夫人が球団職員にある本音を漏らしていたと次のように明かしています。ソウルでの開幕戦に勝利して選手たちは誰もが喜び合っていたんだ。私もチームに帯同する一人としてクラブハウスで取材していたが、水原の暴露を聞いて大谷は激怒した。言葉にならない声でうなった後、別室に向かっていった。20分ほどで戻ってきたが、終始険しい表情をしていた。そのまま別の職員に付き添われる形で水原はクラブハウスを去っていった。当然ながらこの日は選手たちそれぞれの夫人も来ていたが、そこには水原の妻もいた。彼女は、今は何も考えられませんし、すみませんが私から言えることはありません。ただ、大谷さんにこれだけは伝えたいんですが、本当に申し訳なく、取り返しのつかないことをしてしまいました。と、涙を浮かべながら語っていたと伝え聞いている。2018年に結婚して以来、水原氏の妻として存在は認知されつつも、これまで一切メディアの前に姿を見せてこなかった水原夫人。麻美子さんと同じく開幕戦で初めて姿を見せましたが、わずか1日で天国から地獄を見ることに。ロサンゼルスでの生活をスタートした麻美子さんにとって水原氏の奥様はどれだけ心強い存在だったでしょうか。事件が明るみに出たことで水原夫人も賭博問題に翻弄される一人となり、社会的に厳しい目を向けられる状況に置かれています。インチョン国際空港でのドジャースの帰国シーンでは、大谷選手と麻美子さんはメディアの前に姿を見せましたが、水原夫妻の姿は確認されませんでした。パドレスとの開幕戦では麻美子さんと親しげに会話をしていただけに、日米の野球ファンからは、何よりも水原さんの奥さんが気の毒すぎる、公の場に出たばかりなのにここまで大きなスキャンダルはつらい、これからも大谷家と二人三脚で歩んでいくと思っていただろうに、いきなり球団から解雇されて夫は無職、こんなこと誰も想像できなかった、水原夫人にとっては完全に悪夢だ、公の場に顔を出すタイミングを完全に間違えたと言える。これまで同様にメディアに顔出ししていなければ精神的なダメージはまだ抑えられただろう。スポーツ界の第一線で活躍する人を夫にして最低最悪の裏切りをされた。普通の人でも耐え難い現実なのに、自分は数日前に素性を公開してしまっているからなおさら苦しいだろう。彼女が報われることを祈りたい、など水原夫人に対する心配の声が寄せられています。自身も辛い立場ながらも
大谷選手には申し訳ないと語ったとされる水原夫人。夫が犯した罪は確かに重いかもしれませんが、奥様が責められることだけは何とか避けてほしいものですね。水原夫妻の現状を元プロ選手が語る。被害に遭った大谷選手がメディアの前で事件に触れる一方、窃盗を行ったとされる水原氏は未だ行方不明の状態が続いています。こんなに長い期間水原さんはどこに隠れているんだと世間の注目が集まる中、元読売ジャイアンツの投手笠原氏は自身の YouTube を更新。水原夫妻の所在地については、今は消息不明みたいですけど、水原一平氏は韓国のホテルにいると思います。当時僕もマンションから出られず、記者に10人ぐらい張り込まれて、仲のいい知り合いたちが食事を運んでくれたのでなんとかなりましたけど、しんどいと思います。携帯を見たら自分の名前がニュースになってる、テレビつけても自分がニュースになってる。これからいろんな捜査が行われる。もっとげっそりしてるかもしれない。自分も今の水原さんの位置にいたことがあるんでわかります、とメディアの目を避けるため現在も韓国のホテルにいるのではと推測しています。自身も野球賭博問題で失格処分を受けているだけに、笠原の話はある意味信用できる。同じ穴のムジナっていうか、思考が似ているだろうから、同じ経験をしたからこそ気持ちがわかるんだろうな。確かに韓国から動いてない気がする、などファンからは共感の声が相次ぐ展開に。しかしその一方で、韓国在住のジャーナリストはすでに韓国を出国して現在は海外にいると次のように述べています。 MLB の開幕戦から間もなく1週間が経過するが、依然として水原の行方をメディアは血眼で探している。これだけ探してもいないということは、警戒が厳重になる前、違法賭博への関与を公表してすぐに出国したと考えるのがベターだろう。行き先としてはドバイが有力とされている。ドバイはビザ取得が容易なだけでなく、犯罪者、容疑者であるかどうかの紹介が甘い。ましてやヨーロッパでは野球がマイナーなスポーツだけに、水原にとっては願ったり叶ったりだろう。大谷選手への精神的負担を軽減すべく、今も全力で水原氏の捜査が行われていますが、しっかり全ての罪が明るみとなるよう慎重に進めていただきたいですね。大谷選手に対する水原夫人の本音について、ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。